こんにちは、コミオです。どうも、グレートモノノケです。エリシです。はい、こんにちは、ジュークです。で、今回ですね、前回、まあ、予告した通りの内容なんですけど、赤城山の調査から、内容をちょっとお話ししていきます。で、今回初めてじゃないんですよ、実は。うん、これ3回目ですよね。3回呼ばれてるね。3回目なんですよ。で、ちょっとまあ経緯をさらっとお話ししますと、赤城山の、まあ、神社があるんですけど、そこには大沼、小沼、まあ、大きい沼と小さい沼があるんですけども、大沼の方には釈迦竜王様、赤城神社でも祀られてるんですけど、白い蛇。蛇ね、年を取った蛇ってこと。蛇、年を取った蛇。なんで八大竜王の釈迦竜王様がいらっしゃるか。釈迦竜王様っていうことは竜宮城の王様なの。そうです。そう、竜宮城。赤城山の伝説では、その赤城山の沼には竜宮城があるっていうふうにちゃんと書き記されたの。竜宮城があるってことは、そこにいる白い年を取った竜っていうのは、これはもう間違いなく釈迦竜王様。そう、小沼、大沼の話、で、大沼には、釈迦竜王様と、善女竜王様がいて、小沼の方に弁財天様がいて、ちっちゃい祠があるんですよ。で、まあ、それが、弁財天様っていうのが、まあ、マリシ天様と、まあ、私たちの調べた中で言うと同一の存在で、吉祥天は実はこの沼にはいないんですよ。そう、ちょっと離れたところの神社に実はちょっと祀られているところがあるんですけど、1回目行った時には、まあ、調査してその内容が分かって、で、2回目の時にはその八大竜王様ということでお札を実は作って、それを実は埋めてきてるんですよ、はい。で、今回ですね、3回目行った時には取りに行ってお焚き上げしていただくっていうのと、他の八大竜王様の、お札を作ったもので力をいただくというのが目的で行ってきてます。小沼の方の弁財天の祠の方にはマリシ天様の仏像を気に入ったと、今回行ったところの内容になりますと。札が2枚あって、1枚は持ち帰ってるんですよ。で、1枚は埋めてきたんですけど、掘られた形跡もないんですけど、実はお札なかったんです。聞いたんでしょ、神のなし得る技。どう考えてもですね、なかったんですよ。今回実は3月でメンバーが変わってしまって、そう、納めに来て手を合わせた面々が実はもう今施設にいないと。そう、結局前回そのお札でお供えしてるんですよ、そう、どの人たちがね。そうだけど、そのお札が消えてしまったと、で、今回はですね、もともと持ってたお札プラス八大竜王様のお札をまとめて、まずですね、大沼で、お供えをしましたと。小沼の方はその弁財天様の、祠があるんですけども、この時ですね、すげえ雨だったんですよ、雨でしたよね、確か。雨降ってましたね。すげえ雨だったんですよ。もうみんな出るのも、ああ、ベタベタになるってね。小沼の淵を歩きながら、いや、千住大社やばいねっていう話してたんですけど、その時にですね、光明さんが祝詞と唱えてたんですよね。いや、俺ね、ちょっとムカッときたんでね、はい、来いっていう言ってるのに、土砂降りはないでしょってことよ。そう、結構土砂降りでしたよね。そう、かなりの土砂降り。すっごい雨なんだもん。すっごい雨でしたね。ね、パッと出ただけでパンツまでもべっちゃべちゃになるぐらいの勢いだからね。そうですそうです。これはやばいだろうってね。ちょっと意見言うわけじゃないけど、ノリとあと般若心経とかいろいろ全部こうお唱えしたんだよ、全部。そうです。そしたらさ、そこの周りだけがね、ふわーっとね。そうですね。祠の前に着いたら止まったんですよ。小沼の方の奥の方にあるんですけど、すごいちっちゃいこう祠。ちょうどお唱えするときに病んだんですよね。そうですね。はい、こんな感じで。ほんとちっちゃい祠、で、このところに、マリシ天様の、お仏像をですね、祠に入れさせていただいたと。で、その今回のこの赤城神社の大沼の竜宮城の話と、あと釈迦竜王様、阿修羅王の話と、善女竜王様とか、あと吉祥天、弁財天の話っていうのが、実はですね、これに書いてあるんですよ。P ボックス。そう、P ボックス。P ボックス。実はこの私たちが調査した内容は、これに書かれてるんですよ、ちゃんとお話で。
もともと自分は宇宙とつながったっていうか、宇宙の存在からメッセージを受けてるからね、うん、目の前に現れて神様的なものが言われたやつを書いてます。56億7000万年後、うん、このように弘法大師と弥勒菩薩が降りてきて世の中を導いて救うっていう、どういうふうに救うのかってことを書いてある、うん、これをですね、よく読むと仏様とか神様とかのつながりっていうのがストーリーでわかるんで、多分理解しやすいんではないかなと。今回の調査の一箇所目なんですけど、うん、どうでしたでしょうかね。初めての調査ということで行って、なんでここ行くんだろうってずっと思ってたんですけど、今初めて聞いて納得しました。で結構でも行った時に、これからもそうですけどね、変わったこといっぱいあったのと、結構天候変わりましたよね。そう、なぜか今回調査行くと最初雨が多かったんですよ。全部雨、全部雨だけど、お唱えする時にピタッとやむんですよ。全部やるじゃん、上がる時もそうですね。そうということで、今回は赤城神社の後編の内容ということで、お伝えさせていただきましたが、調査ですね、まだこの6月末からの調査、まだまだいろいろ行ったところがあるので、また次回から詳しくご説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ本日はここまでということで、また次回、次回、はい、お楽しみにしてください。よくピラミッドって何回も言うけど、お前みんなここでさ、一つ絶対におかしいっていうもんで、みんな蓋をして取り付けて。